皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は有機EL について。これまで LG の独占だったテレビ向けの有機EL パネル、今年サムスンが2社目として参入してきたんですが、今回3社目の参入があるかもしれないという情報が入ってきましたので、そちらをまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の情報はメディアでの報道です。ご覧のように韓国のメディアが今回の情報を報道しています。これにどんなことが書いてあったのか簡単にまとめてみたいと思います。まず中国の BOE という会社がテレビ向けの大型OLEDパネル商用化の準備をしているということが書いてありました。具体的には55インチから95インチまでの間で5種類のインチサイズの生産をすると。この BOE、今年のイベントで LG と同じ白色方式の OLED パネル、95インチ 8K 解像度のパネルを展示していたんですね。おそらくこれを商用化するのではないか、そういうことが記事に書いてありました。この生産ですが、まずは第8世代の研究開発用のラインで試験生産として始めるということです。生産量は年間で30万台程度、そんなに多くないように感じるかもしれませんが、昨年のテレビ向けの OLED パネル、年間での世界出荷量はだいたい650万台ですので、その 5% に相当する量となりますので、結構な規模の生産量となります。そしてこの生産、なんと今年の後半から始めると書いてありました。で、この報道にあった BOE、という会社なんですが、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に会社の情報をご紹介したいと思います。まず中国の会社、こちらが正式の社名です。英語で表すと BOE テクノロジーグループとなるんですが、この BOE というのはこちらの頭文字になってます。設立は1993年、意外と最近です。そして4年後に株式上場しています。すごいスピードですよね。で、この BOE、ADS 方式という液晶パネル開発したことで有名です。で、その ADS 方式っていうのは IPS の一種みたいな感じなんですが、それがいろいろなテレビメーカーで採用されたことで売り上げが急増しました。それもあって2019年には液晶パネル世界シェア1位となります。その時の世界シェアがこんな感じです。それまで1位だった LG ディスプレイを抜いて1位となりました。そして昨年度の売上高4.4兆円もあります。日本のディスプレイ関連企業と比較するとこんな感じ。シャープの倍近い売上です。一番右はジャパンディスプレイです。そして純利益、こちらの方が驚きです。5000億円を超えています。これも日本企業と比べるとこんな感じです。液晶パネルメーカーって全然儲からない。というイメージがあるかと思うんですが、 BOE に関してはその常識が当てはまらないようです。で、中国の BOE という会社なんですが、有機EL パネルって作るの難しいイメージがあります。本当に作れるの？と思っている方もいらっしゃるかもしれません。現状どうなっているのかなんですが、こちら BOE のサイトです。ご覧のようにスマートフォン向けの有機EL パネル製造しています。そして現状で有機EL パネルの世界シェア1位がサムスン、2位が LG、3位がこの BOE です。そして2020年から iPhone 向けの有機EL パネルも生産、そして Apple に納品しています。2019年には印刷式の OLED パネルを展示して話題となりました。そして今年の生産量、昨年よりも7割増える予定となっています。これは主に中国のスマートフォンメーカー向けの出荷が増えていることによるものです。そしてさらに今有機EL の新しい工場を計画していまして、2024年、再来年の年末までの稼働を目指しているということです。で、この BOE、テレビ向けの有機EL パネル、もし仮にこの報道の通りに参入してきたとしたら、今年からサムスンも参入していますので、競争が激化してくる可能性があります。これ横軸はインチサイズです。昨年までは LG が独占していたマーケットですけれども、42インチから97インチまで幅広いインチサイズのパネルを生産しています。そして今年、サムスンが QD OLED というパネルで参入してきました。55インチと65インチを生産しています。で、そのサムスンなんですが、今、インチサイズを増やすという噂がありまして、それがこちらの49インチと77インチ。これもメディアの報道で噂が流れていました。で、今回 BOE 55インチから95インチの間で5種類
インチサイズを展開するということなんですが、55と95の間で5種類ということは、まあ、55と95で1つずつありますから、あと3つインチがあるんだと思うんですけれども、まあこれはあくまでも予想なんですが、この間で3つ入るとすると、こんな感じかなって思いました。まあおそらく65は当然作ってくるかなって思います。で、あとは75と85、この10インチ刻みで展開してくるんじゃないのかなと思いました。まあ85はもしかしたら 4K かもしれないなって思います。で、ちなみに JOLED、大きいサイズだと32インチまで作っています。最後にまとめとコメントです。まず BOE という会社、パネルメーカーとしては驚異的なほど高収益な会社です。これだけ利益が出ていれば、UPL の開発の投資も積極的にできるんじゃないのかなと思います。今回の報道の通り、BOE がOLEDパネルの生産に乗り出すとして、LG とかサムスンよりも低価格で UPL 作れるのであれば、今の液晶テレビってパナソニックとかソニーとか、シャープ、レグザ、そういう大手家電メーカー以外からも液晶のテレビってたくさん出ていると思うんですけれども、UPL テレビもそんな感じで、よりたくさんのメーカーからもっともっと安い価格の製品が出てくる可能性も今後あるのかなって思います。で、先ほどもご紹介した新工場を計画しているということなんですが、それができれば試験生産から本格生産に移るのかなって思うんですけれども、なんで2024年末かっていうと、LG も今新工場を作っていまして、まあ延期に次ぐ延期でどんどん遅れているんですけれども、それが2025年に稼働予定となってるんですね。ですので、それより前に稼働させたいのかなという気がします。で、あともう一つ BOE、iPhone 向けのパネルを作っているということをお伝えしたんですが、まあこれ、検索すればわかると思いますが、少し前にこれについてちょっとしたトラブルがありまして、BOE と Apple で揉めたみたいなことがあったんですけれども、まあこれもあって、テレビ向けのパネル生産、検討し始めたのかなと、そういう可能性もあるんじゃないのかなと思います。というわけで今回は中国の BOE という会社がテレビ向けのパネルとしては3社目となります大型の UPL パネルの生産を始めるかもしれないという報道がありましたので、そちらをまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。